はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドルへのテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、4時間市ボリンジャーバンド、1目均衡表、上昇トレンド進行中、ストーキャスティックス、開シグナルが点灯ということで、はい、4時間足ベースは堅調な推移と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、まずは4時間市ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線上昇しております4時間市ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中4時間市ストキャスティックス強い買いシグナルが点灯4時間足の一目均衡表も上昇トレンドの形状ということです、はい。それでは違う時間軸のチャート形状を見ていきたいと思いますまずは冷やしボリンジャーバンド、はい、トレンドですス,ストキャスティックス売りシグナルが点灯。 はい、8時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中、ストキャスティックス、買いシグナルが点灯。はい、2時間足ボリンジャーバンドトレンドレス、ストキャスティックス、買いシグナルが点灯。はい、60分足ボリンジャーバンドもトレンドレス、ストキャスティックス、買いシグナルが点灯。はい、30分足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯。<laughs> はい、最後、15分足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中、ストキャスティックス、売りシグナルが、えー、点灯ということです。はい、それでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは94円の50レベル。94円の50レベルと考えております。はい、続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは96円ちょうどレベル。96円ちょうどレベルと考えております。 はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨1 6ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大100万円合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまだ YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい。そういうことで、オーストラリアドレ円ン本日、ニューヨーク市場の予想レンジです。94円の5万レベルから96円ちょうどレベル。94円の5万レベルから96円ちょうどレベルということです。はい。ポイントです。県庁上昇トレンド進行中ということで、はい。4時間足ボリンジャーバンド一目金公表上昇トレンド進行中、ストキャスティックス買いシグナルが点灯ということで、オーストラリアドレ円ン本日、ニューヨーク市場におきまして、チャート形状的には、県庁な推移と考えております。オーストラリアドレ円本日、ニューヨーク市場におきまして、 チャート形状的には堅調な推移と考えております。はい、続きまして板情報ということではい。こちら外貨ネックストネオのお客様の板情報です。まずは売り注文からです。はい、95円の3号から上に断続的に。 売り注文、えー、並んでおります、はい、続きましてストップ注文95円の55ですね、はい、まとまったストップ注文が観測されます続きまして買い注文です、えー、95円の2010595円ちょうど、えー、94円の9594円の902 まとまった買い注文が観測で、えーえー、見て取れますはい続きましてストップ注文ですねストップ注文は95円の2号にたまってきておりますお取引をされる際には十分ご注意ください最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします本日は以上となります